岡田監督、切れ気味コメント。村上の5回交代は予定通り、5回と3回で、そのままや。規定投球回に到達、そのために投げさせてやから、今日は。先発で使っていたビーズリーもポストシーズンはいろんな起用法が考えられる。いや先発やからって、そこまで順番回らへんよ。短期決戦で、マーチュー、中継ぎ、デナー、言うても、3イニングやったらいけるかもわからんけどな。打線は前夜に続き苦戦、もう全然やんか。そんなもう、何も言わんかったら、好き放題打ちよりよな、一発で崩れるよ。はっきり言うて、森下なんか、もう、本当におかしいな、ちょっとな。危機感が必要、危機感じないない。そんなの、バッティングの内容見たら、何にもないやんか。バット振ってるだけやんか。そういうのわからんかな。近本は2戦連続スタメンから外れ、代打で出場した。いやいや、一回打席立ちたいと言ったからな、立たせただけよ。まあ別にそんな無理せんでもええから、スタメンはええと言うたんやけどな、最後は一回立ちたいと言うから。続けて、練習の時から全然やろ。大山にしてもな、ひどい。最初ショートゴロ3連発やで。今日、見てたらわかるやろ。打てへんって。森下もそうや、フライばっか打って。どんでんはあえて多くを指示しないことを試してるのかな。まあ完全な消化試合モードだから、こんなもんだろ。大山は、無理してフルイニング出場させなくても、いいかもね。いつまでもこんな調子では CS 心配になるよ。今のままじゃ CS は頻打で勝てる気がしない。月に打たせた途端去年の打線っぽくなってるのはいかんな。岡田は負けが続いたら昔の岡田になるよな。